CR パチンコ必殺仕事人 e e CR パチンコ必殺仕事人 EE。CR パチンコ必殺仕事人3は2007年4月に経絡産業が発売したデジパッチタイプのパチンコ。本校では CR パチンコ必殺仕事人 EE ザクラバージョンについても述べる。クラパチンコ必殺仕事人 EE サイバージョンとクラびっくりパチンコ必殺仕事人、e e い竜バージョン15の2機種については、クラパチンコ必殺仕事人 EE サイバージョンを参照のこと。経楽産業のテレビ時代劇必殺仕事人シリーズをモチーフとしたパチンコ機の第3弾 CR 必殺仕事人劇等編の続編にあたる機種である。演出の主軸は必殺仕事人シリーズの設定である表は一般人だが、 裏家業では依頼人よりお金をもらって殺しを行う、ストーリーを忠実に表現し、必殺シリーズの世界観をパチンコ気流に展開している。また、キャラクターや映像素材、楽曲、BGM、演出、大当たり中の豆知識等は、仕事人シリーズにとどまらず、仕掛け人、仕置人、商売人や劇場版をはじめ、広く必殺シリーズ全般に求めて使用している。 計画のテレビ CM でおなじみのキャッチコピーは、仕事が済んだら仕事だぜ。他に、期間限定で、お盆も仕事だぜ。年末年始も仕事だぜ。正月も仕事だぜ。毎週火曜日は、CR パチンコ必殺仕事にいいの日が登場する。中村モンド役の藤田誠がゲスト出演した、スマション2008年2月放送、必殺シリーズ特集では、本気について、 2007年人気パチンコランキング第1位と紹介されている。また、この機種から計画の大枠が新型のスタジアムにリニューアルされ、玉射出ストッパーが従来のパチンコ台と同じハンドル部、親指で押せる位置に戻された。前作で搭載されていたハンドル部のバイブレータ機能は現在搭載が禁止となっているため、代わりに P フラッシュと呼ばれるパトライトに似た発光ランプがハンドル部に搭載された。詳細は下記参照。2011年12月には本機の続編にあたる CR パチンコ必殺仕事人4がリリースされた。2008年5月、稼働1周年記念のプロモーションとして必殺祭りが展開され、特別記念モデル CR パチンコ必殺仕事人。 E 桜バージョン、形式名、CR パチンコ必殺仕事にファイスブなのがリリース、された。8個保留化、へそ入賞からのにある各変割合の増加といった、スペック面の変更のほか、演出面では、モンド釣りモード、サンバ橋モードが新設され、CR パチンコ冬のそなたににもあった、連続滑り予告が加わった。また、プレミアムの極悪人リーチとして、 モンスター軍団が加わった。その他、大当たりラウンド中に、パチンコ機オリジナルキャラクターたちの解説画面が加えられている。なお、軽楽産業。が一つの機種で2種類以上のスペックの台を販売したのは、CR、パチンコチェッカーズ以来、約2年振りのことである。2009年11月、同機種から派生したアマ、デジタイプのモデル。 クラパチンコ必殺仕事にイー、e、サイバージョン、形式名、クラパチンコ必殺仕事にイー、e、サイバージョン L7 が、リリースされた。また、2010年4月、同機種から派生したアマ、デジタイプのモデル、クラびっくり、パチンコ必殺仕事人、E 流バージョン15、形式名、クラパチンコ必殺仕事人、E スーパーサイ15ラウンドとサイバージョ L3 が、リリースされた。以上2機種については、 クラパチンコ必殺仕事人 EE、e、サイバージョンを参照のこと。2007年6月13日には NTT ドコモ AU ソフトバンク向けの携帯サイト、K 学サプライズで CR パチンコ必殺仕事人 EE、e、実機シミュレーションのアプリの配信を開始した。実機との相違点は下記の通り。2008年11月には K 学サプライズで CR パチンコ必殺仕事人 E 桜バージョン実機シミュレーションのアプリの配信を開始した。基礎のアプリに演出アプリをダウンロードして組み合わせることで実機に近い演出が加わり、中村家の背景、長屋の背景、縁日の背景、釣りリーチ、骨付きリーチ、かんざしリーチ、シューリーチ、ス SP リーチ、ージリーチ、エス SP リーチ、悪人リーチ、必殺悪人リーチ、元締め指令。 視覚モード、風呂敷予告など、先代のアプリになかった機能が加わった。またさらには、越前や伝兵等のキャラクターも登場した。実機との相違点は、現在下記の通り。以下に、盤面に配置されている役物について説明する。通常時及び時短中に発生する、ステップアップ予告。滞在中のステージによって演出が若干変化するが、期待度はどれも同じである。 鳥物ストーリー予告が、ステップ2以下の場合に発展する場合がある予告。右図柄停止後、泥棒が登場して、図柄を盗む。鳥物ストーリー予告と、同様、泥棒の色によって、期待度が変化する。青泥棒では、ガセが多いが、赤だとスーパーリーチ確定、ゼブラだと実写系、SP リーチ確定、ヒョウ柄だと、格変大当たりが確定する。 週が登場して、泥棒を蹴散らす、週滑り予告や、有事が登場して、右図柄を釣り上げる、有事滑り予告も存在し、これらのパターンが発生した場合は実写系、SP リーチへの発展が確定する。そのため、評価業系のリーチに発展すると大当たり確定となる。また、どのパターンでも、チャンス目が止まって、仕事に出陣リーチになる場合がある。 通常版のパチンコ必殺仕事に任意のみ、発生する真剣フラッシュでの滑りが発生する場合は、通常よりも早く図柄が停止を始め、停止後は保留ランプを消費せず、再度変動後演出でリーチが発生。疑似2連以上との複合で大当たり確定となる。桜バージョン以降に搭載された疑似連続予告で、上記の滑り予告とは異なる。疑似連は、 最大4連までで、1回目もしくは2回目に、限りがせの可能性がある。右図柄が止まると見せかけ滑って停止し、中央に中村モンド図柄が停止すれば、継続確定となり、モンドの、行くぜ、の掛け声と共に次の変動が始まる。デジタル変動直後に、有事が登場し、ボタンを押すように指示される。ボタンを押すと糸で障子を引くアクションを起こす。 生子役者が作動すると、そこに様々な文言が書かれているという演出。鳥物ストーリー予告や風呂敷予告とは複合しないが、祭りバージョン以降は、鳥物ストーリーに変化することがある。この場合連続予告は終了する。画面左側から仕事人が登場し、右図柄を攻撃して、リーチを発生させる予告。基本的に現れた仕事人のリーチに発展するが、 他のリーチに発展しても大当たり確定ではない。チャンスアップで炎をまとっているとその仕事人に、実写系、SP リーチへの発展が確定となる。この場合、別の発展先だと、格変大当たり確定となる。中村やモード中は専用の予告演出が発生する。チャンスボタンを押すことによって、モンドがあくび、くしゃみ、ほうきでやい、泥棒に気づくの。 形4パターンのアクションをする。あくびで仕事に出陣チャンスに発展することあり、EI は疑似連続予告に可能性がある。居合については真剣フラッシュを伴わない場合があるので保留に注意する必要がある。突入時に腸が舞っていれば、突入回転でのリーチになるので大当たり確定となる。時短中専用の霧が立っている朝背景もあり。 その場合は突入した時点で格変大当たり確定となる。左右の障子役者が半分ほど閉じる演出が発生し、チャンスボタンで左右どちらかを指定して、泥棒がいれば、モンドが現れて、捕獲を試みる。選択した方に泥棒でなく小キャラがいれば、基本的にガセとなる。町娘が登場した場合は真剣フラッシュを伴わずに疑似連続予告が発生する場合がある。 仕事に出陣チャンスには暗転予告のみ発展する。モード突入時に捕獲する場合もあり、元締め指令モード突入時に片方の見影がある、場合は激圧。元締め指令モード突入時の指令の泥棒が青、以外の泥棒の場合や泥棒がいない場合、色を指定した指令が出た場合や、モード中に突然障子が閉まり、追加指令が発生すれば大当たり確定となる。また、 捕獲した泥棒の色で、核変期態度が変化する、青赤ゼブラ。追加指令や、指令の泥棒が、色付きならばプレミアムだが、核変大当たり確定ではないので注意。効果音と共に、ハンドルがフラッシュして回転。発生すれば、核変大当たりが確定する。発生タイミングはのいずれかとなる。プレミア演出との複合発生は、通常版ではないが、 桜バージョンでは複合発生することもある。リーチがかかると障子が閉じる演出が発生する。ノーマルリーチショート外れ後、背景の障子に文字が表示されるとこれらのリーチへ発展する。仕事人たちの昼間の仕事、つまり評価業が舞台のリーチである。通常同期、夜背景予告から表家業リーチに発展すると大当たり確定となる裏家業の時間に、 表の仕事を行っているというムズミコール、法則崩れが発生するため。これより以降は仕事人たちの夜の顔、つまり、裏家業が、舞台のリーチ演出である。仕事人の実写映像が流れるリーチで、大当たりに最も関わりやすいリーチである。攻撃を決めるときに、必殺のカットイン、悪人必殺リーチでは通常演出扱いが入ると、 確変をあたりが確定す。仕事人の実写ムービーが終始流れるリーチで、通常時及び時短中は仕事人出陣チャンスから発展し、確変中は一撃必殺チャンスから発展する。仕事人が裏加業を行い、殺しの寸前にムービーがストップし、チャンスボタンを押すように指示される。殺しに成功すると真剣合剣フラッシュが発動し、 続きのムービーが表示されて、図柄が揃う。失敗した場合は、仕事道具が虚しく落下する映像が表示され、図柄が停止して、ハズレとなる。ただし、ハズレ後に復活演出が発生する場合もある。ボタンを押さなかった場合は必ず失敗し、内部的に大当たりであった場合は復活演出が発生する。基本は、上記1となる。2なら、チャンスパターンで、 三、なら、ハイチャンスとなり、組紐やの竜で止まった場合は、各辺を当たり確定となる。また、各パターンには、最も信頼度が高い、上の仕事人で押しても、隣の最も信頼度が低い、右の仕事人へ滑って止まる、滑りパターンが存在する。滑りパターンの場合は、当たり信頼度が大幅に減少する。仕事人 ASP リーチと同様、 の5種類が存在する。モンドストーリーは、期待度が高く、核変時に発生した場合は、核変大当たり確定となる。竜、ストーリーは、核変大当たり確定となり、竜専用の大当たりラウンドが発生する。発生した地点で核変大当たりが確定となる。核、スーパーリーチ外れ後、真剣合剣フラッシュが作動し、先行 X 字切りで外れ図柄を切り裂き、 実写モンドが、三途の川の渡し沈んだ、とっときな、と言い放てば大当たり確定となる。議事連続予告3回で、復活の場合や、核変中の場合も、核変大当たり確定となる。それ以外であっても、この演出が発生した場合は、核変期待度が、かなり高くなる。裏ボタンとは、画面上で、特に、チャンスボタンを押すように指示が出ていない場面にて、 しかも特定のタイミングで押すことで様々な演出が発生すること、またはそのコマンドを故障している。本作は近年の各社パチンコ機の中でも裏ボタンの数は群を抜いて多いと言われている。藤田誠をはじめ各俳優陣が実写映像やアニメキャラのセリフ吹き替えを行っている。極悪人キャラ通常時、時短中極悪人キャラ 必殺裏課業モード中。本機では様々な場面で必殺シリーズドラマにて使用された BGM を多数使い曲面や仕事人キャラのバックアップを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。